テーブルの吉田です。澤田です。今年初めての、追い切り診断を行いたいと思います、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。まず東京あ中山ですね、はい、京成杯の追い切り診断ですけど、はい、なんか将来性ある馬が揃ったような感じもするんだけど、うん、そうですね。関東馬からしますか、はい、どうですか。まあ、まずは上位人気になりそうなまではアーバンシック、そうですね。まあ、結構レースではスタート出ていかないとこなんですけど、こう結構前向きさが出てきたのと同時にちょっと気が乗ってきて、うん、ちょっと今週はね力み気味な部分もありましたけど、ただやっぱり直線での脚力っていうのはすごいものがあるなと思いました。そうですね。あの、まあ、あのデビュー前からちょっとこう追い切り、あの稽古で少しかかるような、ね、うん、感じのまでちょっと気象的に少しそういう、ね、不安定なところあるんだけど、はい、先週やっぱりあのなんか年長馬追っかけてびっしりやったのがちょっと効いたんだと思うんだけどね、うん、今週はちょっとあの非常に落ち着いて、はい、あの動きがすがるくなったなという感じで、はい、そうね、かなり能力感じさせるなという馬だと思うんだけどね、はい、あとバードウォッチャーはね、はい、もう両決で国枝厩舎のね、はい、アパパンの子なんで、うん、どうこれはなんかそんなね、こうすごい調教で目立つというようなタイプでもないですけども、うん、しっかり時計出して、まあ、この馬としては非常にしっかり乗り込んでます。そうね、相手がちょっと結構走るタイプの馬 だ,、うん、だったんでね、うん、ちょっと残り1ハロンからちょっと煽られ気味だったんだけれども、はい、なんかまだまだ良くなりそうだなという感じ、うんうん、もちろんまだ1戦しかしてないんでね、完成されてないのは事実なんだけど、まだ良くなりそうだなという感じがちょっとするね、うん、うん、あとどう関東馬では、そうですね、グローリーアテインっていう馬は個人的にちょっと結構乗り難しい馬なのかなと思うんですけど、うん、戸崎騎手が乗ると結構スムーズに走れているので、そう、俺はね、あの、うん、この馬のデビュー戦ちょっとね、あの推奨馬にしたぐらいなんで、はい、気に入ってる馬なんだけど、あの、うん、そうね、なんかこうジョッキーが乗るとなんかねすごくいい動きするし、うん、はい、あと堀騎手のこのデレクパセージっていうのもね、はい、これでちょっと人気で負けちゃったんだけど、うん、どうですか、かなりハード、堀騎手、まあ、結構1週前にハードに追って直前軽めっていうのもパターンが多いんですけども、これも最後までびっしり追って、なんかさ、最後追い切り合わせるのかなと思ったら前が行っちゃって、うん、そうですね、なんか後から追いかけるっていう感じで少しちぐはぐだったんだけども、うん、しっかり追い切れたしね、はい、そう、あまり悪くない追い切りだったと思うんだけれどもね、はい、なんか感じとしてはなんかちょっと合わせたかったんじゃないかなっていうような感じの動きだと思うんだけどね、はい、あとそうね、あのレイデラルースというのも、はい、あのやっぱデビュー前と比べるとかなりこう伸びのあるフットワークを見せるようになったしね、うん、かなり良くなってきてるかなっていう感じするんだけどね、前走ちょっとパドック見て若干太いかなっていう気がしたんで、うん、まあ、その辺も絞れてきたのかなという気もします。そうね、前回ちょっとレース感覚が空いてたんでね、はい、まあ、あと関西馬だけど、はい、どうでしょうか。まあ、ジュンゴールドは人気になりそうですけども、まあ、あのね、友道厩舎らしく直前アポリで軽めでしたけども、うん、まあ、一周前もね、結構こう無理せず、そんな時計は出さなかったんですけども、まあ、非常に馬体を見ても素質感じさせるなと思いますね。なんかね、そうね、先週の時計大したことないんだけど、ラスト11秒4でしたっけ、追ってから、そう、反応がすごいです、うん、反応がすごくいいね、うん、だからあのデビュー戦がすごく息差し切って2戦目が逃げ切っちゃうみたいな、先行ってね押し切っちゃうみたいな感じなんだけど、うん、はい、反応がものすごくいいしいい動きするね、はい、すごくね、うん、あとはダノン、まあ、ダノン、ダノンザセイルなんかは、まあ、あの横浜乗り騎手が多分直前そんなね無理はせずさせなかったと思うんですけども、しっかり乗り込めてますし、なんかもうちょっとビシッとやってみるね、大きい馬でね、そうですね、そんな感じもするけど、まあ、前走あたりもそんなにあんまるかなという感じで、ね、スーッという感じだったんだけどね、はい、ってことは全体的にどう見て、他関西馬なんかいる？関西馬は、まあ、今回は結構関東馬が多いので、うん、まあ、あれですけど、まあこ、まあ、能力だけなら僕はアーバンシックがちょっと1枚上なのかなという気がしますけど、うん、ちょっと危うさも秘めている部分があるかなと思います、ね、まあ、でも結構ね、最初起きはすごくいい感じ出してたし、はい、あとあのやっぱドレイクパセージがどのくらい変わってくるのかなっていうね、うん、
思い切りかなり強くやったんで ね、 そうですね、これがどっちに出るかっていうね、ちょっと注目したいなっていう感じもしますけどね、はい、そんなところでどうでしょうか。